富山県で活躍するスポーツ選手の素顔に迫り、あれこれとことん語ってもらうぶっちゃけスポーツ。今回登場するのは、去年ドラフト指名を受け入団した守備の要、キャッチャーを務める選手です。ぶっちゃけスポーツ、今回登場するのはこちらの選手。富山 GRN サンダーバーズの林崎達也です。ポジションはキャッチャーで背番号30です。で、出身は埼玉県です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますちょっとこのぶっちゃけボード気になるかもしれませんが、はい、ちょっとまずは最初に林崎選手のことからお聞きしたいんですけど、はい、あの初回に登場していただいた和田選手と同じ埼玉県ご出身ということ で、 ああそうです、 はい、富山に来られてみていかがですか。富山県は最初来た時はもっと寒くて、もう雪の量が尋常じゃないなって、こんぐらい積もってて関東じゃありえないじゃないですか。びっくりしたなっていうのが一番の記憶ですか。あ、やっぱ埼玉県では全然雪を見たことがなかった。雪は降っても本当数センチ積もるぐらいなんで、みんなが雪かきしてる光景がうわすげえなと思いました。あ、はい、そっか、じゃあ来年迎える冬、はい、楽しみですね。楽しみですねで雪だるまができそうだなっていう。あ、全然できます、はい、っていうちょっとその期待はありますけど。よく、まあ、雪だるま作ったと見せかけてこう、まあ、雪合戦もできますので、はいはいはい、まあ、野球の練習にもコントロール良くなりそうですね、うん林崎選手は浦和学院高校ということで、はい、甲子園出場も経験おありなんですよね。そうです、うん、甲子園に憧れを持ったのはいつ頃からだったんですか。甲子園に憧れを持ったの小学校の時からですかね。いや、小学校じゃないな、もっとちっちゃい時からですね。お父さんがあの野球をやってたんで、うん、とそこからその家庭に野球があるのが当たり前のような感じだったんで、家に帰れば甲子園の時期だったら甲子園ついてますし、夜プロ野球のナイター中継やってるしみたいな感じで、あ、俺甲子園出たいな、かっこいいなと思ったのがきっかけなんで、そっからですかね。じゃあ家族みんなが野球が好きで、その自分の息子がこうプロに行った時の家族の喜びというのはやはり、そうですね、やっぱり一番あの応援してくれたし、あの背中を押してくれたのはやっぱそうですね、家族なんで、はい、家族なしだったらやっぱここまで野球できてないんで、そうですね、ありがたいですね、はい、ちょっと今あの、はい、学生時代といろいろつながることをお聞きしたんですが、はい、改めて、はい、まあ、今回はちょっとぶっちゃけスポーツという番組なので、はい、いろんなことをぶっちゃけてもらいたいなと思います、はい、どれからいきましょう。どれからいこうか、うん、もう一回改めて学生時代こう掘り下げますかね、はい、学生時代掘り下げるっておかしいですけど甲子園に行かれたのは、何年生でしたっけ。僕が2年生の時の春にも行きましたし、3年生の春と夏、合計3回出させてもらって。甲子園とかどうでした、当時の思い出。甲子園はすごくいいとこでしたけど、うん、怖いとこでもあるなっていう。怖い、なぜですか。春夏って自分たちの代表出させてもらったんですけど、9回ワンアウトから逆転されて負けて、春はで、夏は大観衆だったの、超満員だったんですけど、そこで浮き足出すというか、俗に言う魔物みたいなのにこう左右されて負けてしまったっていうのもあったんで、すごい目指してたんで良かったところではあるんですけど、怖いところでもあるなっていうのがあります。なるほど、はい、ポジションはもうずっと変わらずキャッチャーまで。そうですね、ずっとキャッチャーですね、うん、もうキャッチャーしかほとんどやったことないです。キャッチャーはこう希望してなったポジションだったんですか。そうです、みんなからはなんでキャッチャーなのって言われたんですけど、小学校の時にその防具をつけてる姿がかっこよくて、キャッチャーやりたいって言ったのが最初で、そっから もう本当ずっとキャッチャーですね。キャッチャーってこう2番じゃないですか、はい、で背番号は30番ということで、はい、なんか30番のこだわりとかって何かあったんですか。30番は正直そんなになくて、ないで、初め22にしようかなって思ってて、まさしく、はい、今谷口選手の背番号。そうですね
22にしようかなって思った時に谷口君が取ってますので、あ、先に取られちゃった、はい、先に取られたんで24も候補に出したんですけど、そしたら澤田さんがそれを持ってて、やばいってで、ないなってなった時に、小学校の監督で30じゃないですか、30なんですよ、大体軟式野球の監督って30、それで行こうと、なるほど、30にしましたまあ、よく言ったらこう初心はするべくらずじゃないですけど、そうですか、はい、そうですやっぱ初心に戻ろうと、野球を始めた時に気持ちに戻って、30いいなと、30にしましたまあ初心に戻ってもう一回いきましょうか、はい、はい、どれいきましょう行っちゃう、異性のタイプどんな方がタイプなんですか。やっぱり、基準となるのはなんか、なんだろう、母親の姿っていうのが一番大きいんで、母親に似てるじゃないですけど、その同じような考え方とか同じような性格とかが、やっぱりそれを探してるつもりはないんですけど、付き合ってみたら、あ、似てるとこが多いな、やっぱりなんか無意識にそういう姿を比べてるのかもしれないんで、そういう人ですかね。なんか具体的にどんなことですか。要は気遣いできる、自分のことより相手のことを考える人、なんかそういう、なんだろう、自分が後ろにいて支えてあげるみたいな、そういうなんか強い女性というか、そういうのがちょっとタイプではありますね。やっぱり素敵なお母さんなんですねちょっとお顔が見たいです。なるほどなるほど、はい、じゃあ顔が赤くなってきたので、はい、勘弁してあげようかな野球以外の特技って何かあったりするんですか。野球以外の特技、球技全般的はなのは得意なんですけど、まあそれ以外だったらカラオケとか。何歌うんですか、誰歌うんですか。カラオケですか、どうぞ、エグザイルさんとか、三代目 JSOULBROTHERS は、まあもちろん歌いますけど、尾崎豊さんの歌とか、フルに行きましたね、はい、全然その辺もなんか昔の歌の方が結構好きなんで歌ったりしますね。ちょっと一曲披露してもらいたいなで、エグザイルさんの道で、はい、道で道、はい、じゃあ3、2、1。道君と歩いた今日まで、かすかに動く唇、はい、普通ストップで、はい、いや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 、いい声ですね、うん、拍手が起こってますけれども、あ、すごい、超嬉しいわ超嬉しい、満足、はい、満足どうでしたか、この歌の評価としては。良かったと思います、はい、すごい棒読みすごい棒読みいや、ありがとうございます、素敵な歌声、とんでもないですよ。はい、じゃあ見せてください。よいしょ、はい、これです、はい、読んでいただいてもいいですか。雲外蒼天、雲外蒼天、はい、っていう言葉が一番好きで、曇り空を障害と考えたら、壁って考えたら、その壁を抜ければ無限に広がる空が待ってるよっていう、いや、まあ明るい未来が待ってるよっていうので、まあ、壁があっても乗り越えようっていうので、座右の銘みたいになってますね。スランプとかなどとかいろいろあるんですけど、まあ、その中でこの言葉を思い出しながらやってますね、はい、じゃあぜひいろんな壁を乗り越えて優勝期待してます、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は黒部アクアフェアリーズ丸山咲希選手です。お楽しみに。いいですね。